超モデル級、女子バレー、加納舞子、最強伝説。バレーボールの日本代表として活躍した加納舞子選手。1988年7月15日生まれ、185cm、68kg。実力はもちろん、そのビジュアルでも人気が高く、多くのファンを抱えたバレー選手です。東京都三鷹市出身。父、母、姉もバレー選手というバレーボール一家で育ち、小学4年生の時にバレーボールを始めました。小学6年生の時にはすでに身長が 174cm あったそうです。八王子実践中学校時代は全国都道府県対抗中学バレーボール大会の東京都代表に選ばれ、15歳でアテネオリンピック全日本代表候補に選ばれました。しかし、成長期のこの頃から腰痛に苦しむことになりました。名門の八王子実践高校に進学後は1年生エースとして春高バレー等で活躍、2年生からはキャプテンとしてチームを率いました。2007年には姉、みゆきさんが所属する久光製薬スプリングスに入団し、開幕戦スタメンと順調なスタートを切りました。しかし2008年2月に右アキレス腱断裂し、2008年度全日本代表候補入りはできませんでした。さらに2010年1月、左アキレス腱を断裂。7月に久光製薬を退団し、持病の腰痛と足の治療に専念することになりました。2010年11月11日、イタリア女子一部リーグ、パビアに入団し、同月27日の開幕戦でデビュー。2011年6月のモントルーバレーマスターズで2年ぶりに全日本に復帰し、同大会で日本の初優勝に貢献。同年10月、トルコリーグのベシクタシュに移籍し、世界最高峰と言われる2大海外リーグでプレーしました。2012年ロンドンオリンピックに出場、全日本女子は28年ぶりの銅メダルを獲得しました。2012年9月、2年振りとなる久光製薬への復帰とセッターへのポジション転向が発表されました。2015年6月、久光製薬は引退を発表。1年間バレーボールから離れ休養し、2016年7月、V、プレミアリーグに昇格した PFU ブルーキャッツでスパイカーとして復帰。2017、18年シーズンには、V チャレンジリーグの準優勝に大きく貢献しました。2018年5月、クロワ式を最後に惜しまれながらも20年にわたる現役生活を引退しました。引退後は解説やバレーボール普及活動、YouTube など様々な活動を展開されています。加納舞子さん、まさに伝説の選手です。